事故や病気などで多死にかけた人々が経験するという臨多死体験の報告は、たくさんありますが、その真偽や原因はまだ議論の最中にあり、世界でどれだけの人々が臨多死体験を経験しているのかすら定かではありません。ですが最近、興味深い調査結果が発表されました。なんと、およそ 10% の人々が臨多死体験を経験しているというのです。今回はそんな臨多死体験に関する動画3本の紹介です。1本目は、臨多死体験したことありますか?というスレ、多くの人が自分、そして身内の体験を語ってくれています。共通点もあるのですが、異なる部分も多々あり、興味深いです。それではどうぞ。臨多死体験は意識が宇宙に拡散する過程、圧倒的な思考のドラマ展開に、心境の変化が押し寄せ。結構いると思うのだけど、見た人いる?遠い親戚の、かなり昔の話だけど、倒れた時に、やはり綺麗な川のほとりで、すでに亡くなった兄弟が笑顔で手招きしていたらしい。埼玉レディコにあった時、何かにぶつかったのは覚えてるけど、それ以降は全く意識がなくて、その後なのかわからないけど、ベッドで寝てる自分らしき人を見てた。でもその時は自分とはわからない。ような感覚で、あの人かわいそう、こんなになってって泣いてた。ぼんやりした感じだったよ。不思議だった。それは幽体離脱ね。とにかく、真っ暗なトンネル通って、光に出会うっていうのは本当だったな。母ちゃんが麻酔事故であの世行きかけたことある。上ごとれたひんだじいちゃん。母の父を呼んでいた。まだ行けないのよ、わつし俺が。馬鹿だから目離せないし。とか言ってて、青くなってた麻酔の先生が吹いたダブル。よくある話だね。サンズの川で展開の髪型メスらしい。看護師は霊を見たことがあるって人が多いです。亡くなったおばあさんが生きてた頃に、夢でお花畑見て先祖に追い返された。お花畑見たって人もよくいるね。お花畑見た。パステルカラーの黄色やピンクや黄緑色の景色の中で、遠くの方で黒い人が手を振っていた。そしたらすっと意識が降りてきた。黒い人が誰だったのか今でも不思議。うちの父の体験。船に乗ってた父は、航海中のフィリピン沖で事故に遭い、背骨を骨折したらしい。船員もおらず、素人に処置を施され、硬いベッドで寝かされて日本に到着するまでの数日間、意識を失っていた。意識を失っていた時、夢の中かはわからないらしいけども、川べりに立ってた父を、船頭さんが向こう岸から船を漕いで迎えに来たらしい。父は船に乗って向こう岸まで行ったらしいけど、岸の向こうに立ってた人に、お金を払え、と言われたそうな。父は一生懸命お金を探したけど、持ってなかったらしく、それを見た向こう岸の人に、お金がないなら帰りなさい、と言われたらしく、引き返した瞬間に目が覚めたとのこと。場所は長崎の某病院。骨折があと数ミリ深かったら、半身不随になっていたらしい。あの世の私賃が足らず、川を渡れなかったとわら、もし渡りきってたら、私はこの世に生まれてなかったかな。その病院で働いてた看護師の母と結婚。神仏や霊を一切信じない父の話なので、作り話ではないと思います。夢でならよくサンズの川出てくるけど、いっつも上流の方の崖の上にある廃屋的なとこにいるよ。そこから見下ろしてる感じ。まあ当分は多比なないだろう、とは思うけど。人によって景色が違うみたい。小川だったり、丹波哲郎が見たのは、大きな大きな川だったと生前話してた。臨多比で悟りを得れる人が羨ましす。俺は高校生の時に臨多比した。前列の人たちのようにパステルカラーのお花畑に到着。俺はもう、自分が誰なのかわからなくなっていた。手足があったこと、寒暖の感覚も忘れ、ただ、ジージジジジジという不快なノイズに包まれていた。あとは、誰かに会った気がしたけど忘れたわら。で、生還した時、数分間記憶が戻らなかった。輪廻のシステムが、少し分かったような気がした。臨多死体験っていうのかわからないけど、書いてみる。2回あるよ。1回目は魂が体から抜ける感覚を味わった。すごいスピードでその時いた場所から、何百メートルも離れた場所に移動した。でも多比がなかったから、魂が体とゴムみたいなので繋がったままで、引き戻された。2回目は天使たひかみが迎えに来たわら。で、これから連れて行きますって天使が上司に電話してて、なぜか上司の声も聞こえてきて、まだ早いって言われた。だから助かったんだろうけど、天使たひかみも手ぶらでは帰れなかったのか、
体の一部の機能を持ってったよ。おかげで障害者になちまった。詳しいことは書かないけど、3から4日ぐらい意識不明になって、集中治療室にいたらしいけど、その時医者が言うには、もう意識が戻らないかもしれないとか、うちの親に言ってたらしい。その間に同じ夢、臨多死体験をしたけど、大きい船に俺は乗ってて広い川を渡ってる。ガンピス川より少し広いぐらい。その船には俺だけじゃなくて、何人かの人が乗り合わせてて、向こう岸に着くと、みんな降りるけど、俺だけ船に縛られてて、降りられないであがいてた。しばらくすると船は動き出して元の場所に戻り、また人を乗せて向こう岸に行くのを何度も繰り返してて、俺はそれを横目で見続けてて、自分も降りたいと思ってた。向こう岸は、朝日のような暖かい光が差し込んでて、結構傾斜がある丘みたいになってて、ジグザグの道で上まで登って、丘の向こう側に行くみたいな道になってる。みんな降りると女の人3人ぐらいが、俺を待ってるような感じで、こっちを黙ってずっと見てて結局降りられず、俺一人だけ乗せて、船が元の場所に戻っていく。これがサンズの川だとか、あの世だったとすると、タヒゴの世界は、結構良いところなんじゃないかと思った。意識が戻った後は、入院プラスリハビリ生活だった。ちなみに普段たまに夢は見るけど、こんな夢は後に先にも一度も見たことないし、似たような夢も見たことなし、夢でよく見るのは、亡くなった恋人で今年の初夢でも見たけど泣いた。普段辛いので、あまり考えないようにしてるけど、恋人の多死を経験すると、多死とか多死後の世界とかそういうのを考えるな。今年の初夢の彼女は性格とか、彼女そのまんまで、触ると感触がリアルで、情景も鮮明で今でも覚えてる。1月5日にその夢を見て、朝目が覚めると、昨晩うちに彼女が泊まったとか、うちの母親が言うので、驚いてみると、彼女が階段を上がってきて、部屋に入るなり正座して丁寧にお辞儀して、頭を床につけて、一言、ごめんなさい。って言って泣き続けてて、俺もその場に座り込んで、一緒に泣いてるところで目が覚めてリアルでも涙流してた。いろいろ話したかったけど、話せる空気じゃなかった。ごめんなさいには、どんな意味が込められてたのか。何年も俺が夜一人で泣き続けてることなのか、それとも一人残していってしまったことなのか、うちの家族に迷惑をかけたことなのか、それともあの件で俺の行く末が変わってしまったことなのか。所詮夢だから深く考えない方がいいかもだけど、それにしても、過去に見たことがないぐらい鮮明でリアルだったので気になる。それとも罪できちんと成仏できてないのか。忘れられないので少し前に親にその話をしたら、1月4日は事故があった日で、付き合ってた頃は、4日のつく日に悪いことが起こってたから、4のつく日はいつも何事もなければいいと思ってたらしく、1月5日の夢で、昨晩ということは、1月4日で当時と一致してる。俺が夢の話をしたら、親が思い出したようにカレンダーを見てその話をしだした。多死後の世界があるなら、彼女はどうなったんだろうな。思い出しながら書いて、後で書き足したりして、文章おかしくなった。まあいいや。そもそも、生まれる前に、自分はどこにいたのかが気になる。生まれるまで、無の世界にいたわけじゃん。それが突然こんにちはと生まれ、名前をつけられ、どこどこの誰さんちのこと、この世界の先輩方から呼ばれ、着たくない洋服を無理やり着せられ、とにかく、生まれた瞬間は、私はなんかものすごく嫌だったんじゃないかって気がしてる。生まれたのは突然だったし、この世界にいるのも最初は不思議だったが、だんだん慣れてきたから気にならなくなったけど、だから、この世界を、去る時も突然なんだろうなぁと思う。臨多死体験したよ。サンズの川まで行ったよ。向こう岸は桜と梅と桃が一斉に咲いていたよ。なぜか懐かしい風景だったね。昔ここにいたと実感したね。向こう岸は遠いけどなぜか花びらの一枚一枚まで見えたね。3日間ぼーっと見ていたね。3回向こう岸に行こうと思ったけど行けなかったね。2歩は前に行くけど3歩目は岸に戻っていたね。3日目にエンマさんに背中を押されて帰ってきたよ。気がついた時は病院のベッドの上でした。酸素マスクと点滴が5本くらい繋がっていて、手はベッドに固定されてました。今から3年前のことでした。体調不良で検査中に意識を失ったのです。立花隆氏の臨多死体験上下を読みました。なるほどと思いました。あの世が本当の世界で、この世は仮の世界ですね。仮の世界を精一杯生きることができることですね。生還おめでとう。
立花さんの輪太子体験、いい本だよね。第2弾、出してほしい。ありがとう。生還が良かったのか、悪かったのか、何のために帰ってきたのか、未だに不明です。立花氏の第2弾は出ないでしょうし、輪太子体験集は出ているみたいですね。立花氏はもともと政治ジャーナリストですからね。学営研究等が有名ですね。今は何を追っているのだろうか、不明です。多分私が知らないだけですね。立花氏って思想的には問題多し、だけど、輪太子ではいい仕事したよね。しかし、もともとの読者は、何変なこと始めたのって感じだろうな。あの本の中でも、なぜか日本の宗教だけを、俗通に過ぎないみたいに、一刀両断してて、随分思想的に偏った人だと思った。戦後の日本は国なら異国というかわいそうな刷り込みと、左翼の唯物論に染まった人が、老齢になって、突然多肥の恐怖に襲われ、多肥後の世界に興味を持った。という感じ、何も答えもないが、情報集としてよくまとまっている。本読んでみたいな。私は綺麗な世界は見なかったんだけど、何年か前精神科に入院して、薬漬けだった時、黒い渦に入ったことがあった。なぜか夢とも思えなくて、絶望感しかなくて、どうやって抜け出したのか覚えてないけど、嫌だ嫌だとずっと思ってた。そのまま行けば危なかった気がするよ。立花さんの本読んだ。輪太子って変わったことと言ったら、虫の知らせが、はっきり来るようになったことだな。他の人、身に起きることで変わったこととかある？輪太子体験の続編、出してほしい。10年ほど前に私の祖母の身に起きたという話です。祖母はお風呂に入っている時に、心臓が急に苦しくなって浮き上がる感覚がしたそうです。そのまま大気圏外まで出て、地球をぼーっと眺めた後、これまた吸引と引き寄せられて、川岸のようなところに出たと言っていました。そこではお祭りをしていて、多品だ祖父やおばが輪になった踊っていたらしく、祖母も参加したかったようですが、見えない壁のようなものに弾かれて、輪に入れなかったそうです。それでは仕方ないと思って綿飴をかじって、座っていたみたいです。すると景色がぼんやりしてきて、今度は病院で寝ていたそうな。医者には脳梗塞で、多品でもおかしくなかったのに、とびっくりされていました。2000年頃、改札口の向こうに、小渕はじめ総理が立ってて、自分も定期券を取り出そうとしたけど、なくて引き返し中に目が覚めた。あれ以来、怖いものがなくなった気がする。これは十数年も前に体験した夢の話。なぜそれをわがわが今になって囲うかと思ったかというと、急速に忘れ始めているから、ちらうらだけど、ここに記録させておいてほしい。家族は深夜まで出かけている予定で、自分は家に一人の状態で寝ていた時のこと。夢の始まりはもっと長かったはずなんだけど、今の時点で覚えているのは、夢の後半部分となる腹っぱのシーンから、小さい子に道を教えてもらったか、一緒に連れて行ってもらったかして、自分は広大な腹っぱを歩いてた。たどり着いたのはバス停、下がコンクリで、固められてる古いタイプのやつ、停留の名は錆びててわからないけれど、道路の向こう側には同じように、バス停があるし運行しているようだった。ただ、そのバス停というか、あたり一帯がすごく不気味、内楼観的なものではなく地形的に祈る。自分が歩いてきた方角は道もなく、真っ平な腹っぱなのに、目の前は傾斜角が、60度あるんじゃないかってくらいの山。それも木なんて生えてない、まるで積み木のような綺麗な円錐型。その山、といっても現在地における山の直径は500メートルくらいの小規模なものを、アスファルトの道路が螺旋状に敷いてある。冷静になれば笑っちゃうんだけど、その急斜面の道を遊戯が乗って、遊ぶおもちゃの車がすごい勢いで、何台も何台も上から下へ走ってるの。その光景が一番怖かった。この山の麓がどうなっているのかは、霧がかかっていてわからないけれど、おもちゃの車が流れていく音を聞くに、相当深い感じがした。というか、現在地が相当高い場所にある。別にバスに乗りたいわけじゃないが、道路を渡ることができないので、バス停で立ちすくんでいたら、向こう側に小学生くらいの姉妹がいる4人家族が現れた。4人家族の両親とお姉ちゃんは、その場を動こうとはしなかったんだけど、妹がこちら側に行きたいらしくて、すごく危なっかしかった。道路は、おもちゃといえど、急斜面の道を本物の車くらいの速度で途切れることなく、何台も走っているのでとても渡れる状態じゃない。こちら側は何もないし、しかも道路で言うと、下り側、そのまま待っていればいいだろうに、なんて思っていたら、妹が車に巻き込まれ、
それを助けようと飛び出した残りの家族も、一瞬にして他の車に流されるように下へ落ちていった。家族の最後の表情が脳裏に焼き付いちゃって、なんだこれって呆然としていたら、上から本物のバスがやってきた。バス正面の表示板ははっきりと、地獄行きって書いてあって、その瞬間自分は逃げ出した。上に向かって引く足に走っていたら、少し平坦な場所があって、そこに1階建てのスーパーがあった。そこへ駆け込むと、入ってすぐ右手に緑の公衆電話があったので、電話をかけようと受話器を持ち上げようとしたら、自分の手をおばさんの手が、音を立ててそれを押さえた。そしてすごい形相で、あんた人生舐めてんじゃないわ。よと言い放ち、夢は終わった。目を開けると自分の部屋から、妹が出ていくところだった。翌日、妹に話を聞くと、自分のいびきがうるさかったので、鼻をつまんでいつ起きるのか試していたようだ。つまり自分は窒息と引きかかっていたってことらしい。もう大変な母ちゃんの若い頃の臨死体験を聞いたことがある。輸血による C 型肝炎で多肥にかけてて、すでに結婚はしていたので父ちゃんや親族は、医者に言われて礼服持参で集合してたそうな。感覚は海の中だったそうな。ワカメか昆布の林のようなところをかき分けて泳いでいくと、竜宮城のようなところで宴会やってて、おっちゃんらが黒なぶしを歌ってたと、体験から20年以上経って聞いた話だから、覚えてたのはこれだけで、多品な誰かに会ったとかはなし。俺の推測だけど、母ちゃんは山間部の育ちだったので海への強い憧れで、天国、イコール竜宮城ってイメージが、心の中にあったんじゃないかなと、NHK で会った立花さんの臨死体験の番組で、金髪だった加害人のお姉さんに会ったって人が多いって話があったと思う。極楽や浄土ではなく、天国などというもののイメージになる人が多いのかなと、やっぱり文化的な背景や自分のイメージや感覚によって、見るものが大きく左右されるんだろうな。臨死体験も結局は被験者の脳内のことだから、被験者が知っているかイメージできる範囲の場所にしか行けないんだろうな。当然被験者の育ちや、環境や文化背景なんかにも左右される。多肥にかけじゃなくて、本当に多肥の前にも、そんな体験するんかな。臨多肥体験は存在する。それはあらゆる物質の中に存在する、ジメチルトリプタミンという成分が生まれた時や多肥に際に分泌されるため、当然古代の人たちはこれを知っていた。断食など供養も、この物質を脳から出さすための行為。南米のシャーマンは、この物質をアヤワスカ等植物から生成して摂取していた。脳の多くは解明されてないが、この成分があらゆる動物、植物に存在し脳に影響を与える物質であることはすでにわかっている。人間が即多肥ではなく、老衰や病多肥で衰弱多肥する時に閉ざされていた過去の記憶の扉が開かれる。脳内物質が影響している。それは夢と同じで一瞬のことではあるが、それがスローになって、リアルに再生される。それは幼児の記憶にまで遡り、到底記憶していないことや、赤ん坊や幼児の時の記憶、周辺の景色、日常生活の記憶が、その場にいるかのように再生される。祖母や母親に抱っこされ、おんぶされてた記憶から、幼稚園児、小学生、中学生、いつの日かわからない昔の一場面も再生されていく。いわば記憶によるタイムトラベルである。人が多肥の時、涙を流すのは、おそらくそれを見たからである。三途の川の私人、六文銭、エピソード2、臨死体験したので、語っていく。次は、交通事故で臨死体験した人の体験談です。声をかけてくる女性は何者なのでしょうか？それではどうぞ。交通事故で生田市の境をさまよってた時に体験した出来事。夢の中っぽいし、現実に起こったことでもないから、釣りすれだと思ってくれて結構。見てる人がいれば書く。聞こえか？見てくれる人がいてよかった。交通事故はトラック VS バイクで俺がバイク。大きめの交差点で右折しようとしてた時に、バスの横から出たんだ。確かドからだったみたいで、俺は対向車線を直進してきたトラックと激突。一瞬だけ痛くて浮遊感があったのは覚えてる。そして気がつけば真っ暗なところにいた。花畑歩いた？歩いたよ。また後で書く。どんな事故？痛かった？どんくらい痛かった？痛さは覚えてない。ただ右半身に軽い障害が残ってる。本当に真っ暗な場所。何も見えないし、聞こえない。自分の体の感覚もなくて相手だと思う。直感でここに居続けるのはまずいと思って、とにかく出ようと動き回った。
けど動いてるのか、そもそも動けてるのかわからない。周りは真っ暗だし、自分の体も見えない。どれくらいそうしていたかわからない。結構長い時間が経ったと思った時に、また意識が飛んで病室で寝てる俺を見下ろしていた。気がついたら、っていうしかないけど、急に寝てる自分を見下ろしてたのよ。全身包帯ぐるぐるのミイラ状態で、はためからは誰かなんてわからないけど、なぜだか自分だと理解した。ベッドの横で俺の母親と父親が何か喋ってたんだ。見えるようにはなったけど、音は一切聞こえないままで、何喋ってんのかわからなかったけど、俺のことだというのは理解できた。その時の俺って無欲状態だったと思う。自分がこんな危険な状態にいて、横で家族が泣きながら喋ってるのに、俺は何とも思わなかったんだ。今のこの状況も、浮いてる。ぐらいしか感情が出てこなくて、焦りとか不安は一切なかった。鮮明に覚えているなら、それは多分本物。これでも大部分は忘れかけてるんだ。それ本当なの？自分が作り出した記憶を、自分が信じ込んでしまってる可能性はゼロではない。にしても痛み忘れられるとは、人間ってよくできてんな。あまりにも一瞬だったからじゃないかな。リハビリ生活は地獄だったが、壁とかもすり抜けられたかもしれないけど、俺はずっと自分の上に浮いて、寝てる自分を見つめてた。途中で心電図がおかしくなって、医者が飛び込んできた時も、多分顔色一つ変わらずに見守ってたと思う。それで2週間くらいずっと自分の上にいた。2週間という時間や日数の流れは、比較していたのか？夜消灯と朝の訪れは分かったのか？日が落ちて昇っていくのは見えたからな。その間一切寝ないし、退屈だとも思わなかった。不思議なことに何も感じなかった。それ自体にも驚きもしないし、霊体があんな感じだとしたら、今思えば退屈だろうな。それで急に視界がブレると今度は空の上にいた。空の上がって気がついたのは、雲が自分より下にあったから。すごいスピードでぐんぐん進んでたと思う。けど風圧とかも何も感じなくて、ただ流れに身を任せるままに空を飛んでた。それで空飛んでるとまた意識が飛んだんだ。そして気がつけば、一面花畑のど真ん中で寝てた。そこでようやく音が戻ってきて、身体の感覚も戻った。すっごいいい匂いがしてたのは覚えてる。見たことない花と匂いだけど、不思議と嫌な感じはしなかった。ずっと嗅いでいたくなる匂い。そこでようやく、自分の状況がやばいってなって怖くなった。ここどこ？ってなって帰れるのか？って思考のループに陥って、もう成人した大人なのにみっともなく泣いた。泣いてもどうにもならなかったから、とりあえず歩き出した。道はなかったけど、体が自然に一定の方角に歩き出していた。そこでここが他死後の世界なのかなって、ぼんやり理解してきたと思う。本当に不思議な場所だったよ。太陽はないのに明るいし、雲一つない夕焼け空、どこまで続いてるのかわからない花畑。多分一日中歩き続けた。実際はそんなに歩いてないかもしれないけど、だいぶ長い時間歩いてたのは確か。不思議と一切疲れることなく、不眠不休で歩けたよ。夕焼け空なら辺りは暗いだろう？いや明るい。はっきりと見えた。歩き続けると、やけに透明度の高い川が流れてるところまで着いた。これサンズの川？ってなって、そこで身体の主導権がこっちに戻ってきた。川自体は見たことないくらい綺麗で、手で触ってみるとかなりぬくかった。誰かいないかなって辺りを見回してみるけど、人影すらない。多分これは立ったら二度と戻らないと直感した。ふむ。しばらくどうしようかなって悩んでる時に、知らない女がいた。いつの間にってレベルでも隣に座ってた。女。何してるの？何って言われてもなーって思うと、女がおかしな顔をした。女。ああじゃあ他人だわけじゃないんだ。会話はあんまり覚えてないけど、俺は一言も発さなかった。にもかかわらず女は俺の心の声が聞こえてるみたいに会話してた。女。んで、君はこれからどうする？どうするって？女。帰るの？帰らんの？どんな風景の女だろうな。黒髪。顔は覚えられない。覚えてないじゃなくて覚えられない。なんか顔を認識できない。すりガラス越しに見た顔みたいな。帰りたいよ、そや、女。じゃあついてきて。女はそう言うと川の下流に向かって歩き出した。そっからただ黙々と、女が歩いてる後ろをずっとついていった。これも多分一日中くらい歩いたはず。そしたら目の前が急に開けて、断崖絶壁の淵にたどり着いた。
恐ろしく高いところに花畑はあって、川の水は下に向かって流れ落ちてたのは覚えてる。川であるもら大抵縁がある人なんだよな。うちも父が死にかけた時、亡くなった猫と、自分も母親が待っていたって言っていたからな。そうなのか、じゃあどっかで縁があったのか。また変わった凛たち体験だな。俺自体も夢なのか、そうでないのかわからない。見てるぞ。身の毛もよだつくらい高い場所からそこを見下ろすと、あるラインから下は、雲に覆われて見えなかった。女。川に飛び込んで、このまま下に落ちれば帰れる。そうなのか、女。まあ頑張り。また来ないようにね。いつか来るのか、女。君が足しねばここに来る。それからは女に言われるがまま、川に飛び込んだ。しばらく落ちてる感じがして、雲を抜けたあたりで意識がなくなった。次に目覚めると病室のベッドの上で、激痛でうまる子漏らした。うまる子かどうかは知らないが、排泄物的なのがおむつにあった。その嫌な感触と身体の激痛で、帰ってきたと自覚した。ほうほう、激痛というのは、骨折部位の痛みの他にあるのか？いや、なんていうのかな、しばらく痛みから無縁だったから、余計に痛く感じたのよ。そこからはリハビリ生活。1ヶ月ほど寝たきり生活してたから、筋肉落ちまくり、内臓も位置が変わってるとかで、座るのも一苦労。まともに立てるようになったのは、そこから2週間。まあ無事回復はしたけど、右半身が動かしづらくなるという、微妙な障害が残って、今はバイト生活してる。俺の凛たち体験は以上。質問ある？凛たち体験で出会った知らない人が、血縁者だったって例もあるからな。遠い親戚かな。半身麻痺は内臓損傷からか？脊髄は無事だったのか？神経がなんちゃらって言われたけど、アホすぎて理解できてない。内臓は腸の半分ほどなくなったくらい。腸の半分なくなるって、えぐすぎな事故だな。生きてりゃ OK よ。バイクの破片が刺さったらしいわ。断崖絶壁って話で、BJ を思い出すな。本当にすごい崖だったよ。普段は霊感とかある方なの？ゼロ感。自分は凛たち体験はないが、多頻度家族と夢で交流することはある。向こうが俺の体のどこかを掴まないと、声が聞こえてこない。その際も俺の方は一語も声を出せない。やっぱそういうことはあるのか。俺は19の時に瞑想で奇妙な身体の動きと、精神的ショックの強い体験をして、障害が残りながらも、運命的に回復することができたことがあり、運命というより先祖の導きだと感じている。俺のも導きなのか、いや導きか。女は普通に歩いていたか？立ったまま滑るように進んだか？普通に歩いてた。多肥性感は変わった？変わった。多肥んだらああなるのかと思うとなんだな。エピソード3、全身麻酔の時の神秘的な体験。全身麻酔の時、凛たち体験した人の体験なのですが、他の体験者とは少し異なり興味深いです。それではどうぞ。全身麻酔時に神秘的な体験、凛たち体験をした方、語り合いましょう。先日、全身麻酔にて手術を行った際、不思議な体験をしました。暗闇の中で、私は私ではなく、大きな一つの意識体の中で、ただ流れに任せて、ゆらゆらと彷徨っている状態でした。いわば、ユングの集合的無意識のようなものでしょうか。何かを感じてはいるけれど、一体何を感じているのかはわからない。自分という形すら保っておらず、他者との境目が曖昧な感じ。深い海の深淵にいるようなどんよりとした感じでした。それが、上から差す光に向かって、ぐんぐん登っていく感覚になりました。海の深くに潜水していて、水面に向かって、上がっていくような感じです。眩しいほどの明るさになり、人間としての色々な感覚が戻ってきますが、まだ自我はありません。その後、目が覚めてからも、しばらくは自分が、誰なのか何をしているのか全くわからない状態でした。意識が光に向かって上昇していく過程で、人は多頻度ら自我というものがなくなり、意識は集合体の中に戻っていくんだな。そして、また別の生命に宿っていくのだなと、唐突に悟りました。人間の外観というものは、単なる入れ物に過ぎない、と。また、今までの人間としての生活は、マトリックスのように夢のようなもので、表面的なものに過ぎないと感じました。うまく言えないのですが、我々の現実であるこの世界という薄皮を一枚剥いだら、もっと高次元の膨大な精神世界が、広がっているような摩訶不思議な感覚に陥りました。全身麻酔の手術を受けたのは数回ありますが、
このような不思議な体験をしたのは、今回が初めてです。そこで、ネットで全身麻酔不思議体験、などでググってみたら、結構同じ体験をしている人がいることを知りました。共通点は以下の通りです。1、思考感情自我のない鈍い感覚の状態。深い深い闇の中、霊魂のようにふわふわ漂っている。2、少しずつ何かを感じることができる状態。上に向かって上がっていく感覚。いろいろな思考、感情が戻ってくるが、まだ自分という意識はない。3、唐突に、生命について悟ったような気分になる。4、覚醒時に自我が戻る。5、夢を見ている時には、通常は自分が自分であるという意識があるが、この全身麻酔時には、自我というものが全く存在しなかった。そもそも子としての意識すら持っていなかった。6、しかし、覚醒して自我が戻ってきても、このような体験、自我がなくなっていた感覚などを覚えている。麻酔の種類によって再起な映像を見たり、イッチがさっき言ってたみたいな感覚になったり、夢の種類も変わるのかな。私は普段オカルトなど信じない人です。また、前もってこういう体験を読んだことがありませんし、偶然にしては、一致しすぎているような気がします。一体これは何だったのか。脳が作り出した意識に過ぎないのか。同じような体験をされた方、また、明確に説明ができる方、いろいろなご意見をお待ちしています。明晰夢に近いな。はい、これ吸ってね。2から3回吸えばもう効くからと言われ、こっこれを吸ったら敵の思うままだ、抵抗す。気がついたら手術終わってました。そんなにいろいろ考える間はなかったです。コトンと意識を失う瞬間気持ちよかった。全身麻酔でも、バッと寝てバッと目覚めるときと、ものすごいトリップするときがあるね。サイケデリックな幾何学模様の中を思うスピードで変化しながら突き進む幻覚を見た。目覚めも悪かったし、幻覚を見ている最中も手術の音が聞こえていた。麻酔の種類が違ったりするのだろうか？全身麻酔の経験ないけど興味津々。自力で呼吸できないんでしょ？考えてみたらすごく怖いな。だから、喉の奥まで酸素チューブを突っ込まれる。麻酔がかかってから突っ込まれ、麻酔がかかっているうちに外されるから、覚えてないけどね。麻酔界からは自発呼吸ができない、ある意味仮多肢状態にするんですよ。って言われてドキドキした。だからか、体力的にも消耗するみたい。神秘体験はしなかったな。最初意識が戻った時、みなそこから浮かび上がるような感じだったのが印象的。ここを読むだけで全身麻酔が怖くなった。突然意識がなくなるなんて、麻酔効かなかったらどうしよう。近々手術受けるのかな？何回か手術したけどちゃんと麻酔効くから大丈夫だよ。手術中に幽体離脱してしまって、意識があっても痛みは感じないしね。墜落睡眠と思っておけば大丈夫。意識明瞭で、耳元で手術道具カチャカチャやられたり、自分の内臓とか骨の音がしたり、執刀医たちの談笑ならまだしも、緊急事態が起こったら嫌じゃないかわら、変に意識があるよりずっと気は楽だと思う。あれは不思議な体験だった。目覚めて、なぜ自分が手術台にいるのかわからなかった。だから夢の延長なんじゃないかと思ったくらいだった。なんと、朝、手術をするために出かけた時点から、記憶がなくなっていたのだった。そういえば手術するために出かけたんだっけ。ってことはまだバスの中だな。バスの中で手術が終わった夢を見ただけなんだな。ってことは、これから手術なのか、がっかりだ、と思ってたら、少しずつ記憶が戻ってきて、手術が終わったのだということを理解した。マジな話です。映画とかでよくある、目覚めたら真っ白い手術室のようなところで、体にたくさんの器具をつけられてて、主人公は記憶を失っていて、というシチュエーションそのままの体験でした。サイケデリックなのとかリンタヒ、宇宙系の幻覚見るのはケタミン。短期のオペに使われるやつ。ドラッグユーザーは、それが好きでケタミンやってる。日本じゃ少ないけど、海外じゃメジャーなドラッグ。あなたのおっしゃる通りみたいですね。以下、某ブログから拝借。アルコール依存症治療のための、ケタミンサイケデリックセラピー、KPT 研究者、エブジェニー・クラピトスキー医師は、ケタミンの摂取量による効果の違いを次のように説明しています。50mg、目を閉じると、カラーの映像が現れる。目を開いている時には、通常通りの現実を認識できるが、少し変わった空気が感じ取れる。スムーズな動作は困難になる。100から 150mg、目を開いている時でも、通常の現実を認識できない。
身体感覚が消滅する。対象者は、自分自身を意識の中の一点に見出し、その一点が奇妙な空間内を移動していると感じる。自己を意識することは可能。150mg 以上筋肉注射。自己の感覚が消滅する。自己を失っていく過程では、恐ろしい感覚を伴い、本当の他人と感じられる場合がある。しかし、対象者がリラックスし、手を離すことができれば、この過程は恍惚的なものとなる場合もある。自己感覚消滅後の体験は、言語に接する。そこにはただ、知性を持った存在だけが漂っている。100から 150mg で再建な空間を猛スピードで浮遊。150mg 以上で自我がなくなったり、輪郭体験したり、何か神の啓示的なものを感じたりするんだろう。瞑想の究極の体験ですね。手術はしたくないけど、瞑想でそんな体験したいな。その体験した後、人生でなんか、変わりました?考え方とか。一致と全く同じ経験をしたけれど、何も変わらない。あれがもした死後の世界であっても、それが何か?と思えるくらい、現実を生きていくことは大変。あの体験をしてから数回身近な人の他死を経験しました。他死に対して達観してしまったというか、生と私とは所詮こういうものなのだと全てを受け入れる気持ちになりましたね。悲しさはあるのですが、それよりも虚しさの方が大きいです。他死んだら自分が生を受けた時から、築き上げられた精神は全て忘れ去ってしまう。生を受けていた時の思い出も、何もかもなくなってしまう。そして、ただ、魂の状態になって、この世での喜怒哀楽とは全く違う。全てを悟っているような、安らかな深い気持ちでただゆらゆらと漂っているのです。次の生を受けるまで、苦しんで他死んでも、人生に満足して他死んでも、他死後はみんな同じように安らかなる荘厳な境地に至るんじゃないでしょうか。あれ以来、この世の人生は、ゲームみたいなものだなと思います。だけど、やっぱりゲームは、高得点で全てのイベントを発生させてクリアしたいものですね。クリアしたら、また最初からやり直しですけどね。普段の生活では、さっきの方と同じく、体験前と変わらない状態です。俗っぽい欲望にまみれた生活をしていますね。ただ、大きな悩みができた時などには、その時の壮大な体験を思い出すようにしています。この世の悩みなんてちっぽけなもの。この世自体が幻みたいなものなんだからと。自分が全身麻酔した時は、ストンと意識がなくなって、激痛とともに、目覚めたから変な体験は全くなかった。しかし、もう手術はしたくないわ。この世はシミュレーションシステムの中にある仮想の世界ってのを見た。あと、誰かがプレイしてるピンボールの球が落ちたらこの世は終わりっての。リンゴの匂いだなぁと思ったら、眠りについて、赤の巨大な滑り台を、同年代の人たちと一緒に滑って遊んでる夢を見た。男の子3人、女の子2人、背景も赤がかってた。えらく躍動的な感覚だった。麻酔で眠るとみんなこの滑り台に遊びに来るんだなぁって考えてたよ。麻酔はある程度効いてるけど、痛みは感じる状態だった。そして意識があるのがバレて大騒ぎになった。間もなくとてつもない余震に見舞われて、常駐とかやられたけどマジで多ひぬ思いをしたよ。こわ、麻酔不適合ってやつですね。麻酔で、動きが取れなくて声も出ないのに、痛みが取れなかったって人が他にもいたよ。生き地獄だよね。あったかくて気持ちよくなって、眠ったことしか覚えてない。いつの間にか終わっていた。心臓手術中に見るほど、ハスの白い花の塊の中を突き抜け、空に向かって飛ぶ夢を見た。二度心停止になったと後で聞いた。高齢の方で全身麻酔の後、人格が全く変わってしまうことがあるそうだ。老人性繊毛というのだと知った。かなりの確率で起こるらしい。これって、麻酔による脳や神経の障害っていうより、本当は中身だけ違う、人間になってしまったってことはないんだろうか。そういえば、うちのじいちゃんが全身麻酔の後でボケてしまって人格が変わってしまったよ。びっくりしたけど、医者や看護師は、大丈夫、すぐ戻るよ。って、全然慣れてた様子だったよ。実際、次の日には元に戻りましたわ。全身麻酔の影響か、単に体力が落ちていたのか、手術後1ヶ月ぐらい、ぼーっと頭に霞がかかったような状態だった。今思うと自分にしてみれば、お年寄りがそうなってしまうのもわからんでもない。ご高齢だとボケにもリンクしやすいかも。本格的にオカルトだね。うん。全まで幽体離脱のような体験をしたって聞くと、高齢の方の場合、
若い人より肉体と魂のつながりが緩くなってて、離脱しやすくて、抜けちゃった間に、別のやつが狙ってて入り込むとか、患者さんのあまりの変わりようにご家族は、マジでそう考えることもあるらしい。オカルトのせいにする方が、気が楽なのかもしれないな。多分さっきの人が言うように、脳細胞が弱ってるからボケにリンクするんだろうけど。俺は心臓の粘膜手術ね、全身麻酔やったんだけど、なんかね、体の内側から温泉に入ったような、なんとも言えない快感を覚えてるよ。毎晩見ている夢すら、覚えてないことがあるんだから、ま、しょうがない。麻酔じゃなくて、飲み薬で意識不明になったことがあるけど、不思議体験は特になかったな。ただ自分では意識は全くないんだけど、話しかけられたら白目向いたまま、あーとか返事はしてたらしい。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。